インタビュー。さあ、えー、今日はですね、えー、テイラーの鈴木健次郎さんにお話を伺います。健次郎さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、ご汰してます。お久しぶりです。ですえー、前回、えー、インタビューさせていただいたのが、えー、2014年トークショー。 だったので、まあ実に10年ぶりということなんですけども、えー、まあ初めてね、お目にかかったのはその前の年、えー、パリででしたので、もう10年以上、えー、お付き合いさせていただいてるんですけども、まあ賢治郎さん、えー、ご存知の方も多いと思いますが、えー、鈴木健次郎さんはですね、パリで数百年にわたる、まあ太宜る寺、 あの、史上日本人としてね、初の、ま、独立を果たしたって言ってもいいんでしょうか。あ、そうですね。そうですよね。はい、はい。まあ、そういう意味でね、パリに、えー、アトリエも開くという夢もね、実現された。そういう形で2013年にね、えー、お話を伺ったんですけども、今回はですね、この都内の、ここもアトリエということで。ここはそうですね。はい、まあ、ショップ兼アトリエで。はい プライベートサロン的な感じでお客さんをお呼びしている感じですね。そうですね。隠れが的なところということで本当に非常に感性なんですね周囲もすごく静かなんですけどこの中ももうんかパリに伺ったかのようなそうですね。疑似体験させていただくんですけどもここはいつ頃からですかここは大体約1年ちょっと前ぐらいからですね。なるほど。これまるでねさんの えお店のためにあるかのようなスペースだと思うんですけど、元は 元はワークショップみたいな形で使われたみたいで、まあ、いろいろなこう作り手の方が、6人、はい、8人とか、そういった形で、いろいろなものづくりを教えるっていう形で使ったみたいですね。はいはいうん、あ、はいはい、なるほど。まあ、健次郎さんね、ご存知の方も多いと思いますが、鈴木健次郎さんの略歴をご紹介します。鈴木健次郎さん、2003年に突発2005年にパリのモデリスト養成学校、AICP を首席で卒業、型紙技術者としてモデリスト国家資格を取得。 シニス・ランバン・フランチェスコ・スマルトといった数々の名テーラーにて検証され2005年パリの老舗テーラー・カンプス・ドゥルカーにて仕立て職人として修行をスタートされましたそして2007年フランスナンバーワンテーラー・フランチェスコ・スマルトにて技術職の最高峰であるカッターとして招かれます、はい、そして2009年にはフランチェスコ・スマルトにて日本人初のチーフカッターに就任され2012年パリ八区にフランス法人を立ち上げご自身のテーラーショップをオープン 日本人として初めてパリで提案ーーとして独立されました。2013年には NHK プロフェッショナルにも出演され、記憶に新しい方もいらっしゃるのではないでしょうか。2019年にはパリで大統領府から徒歩数分の場所に2店舗目を構えられているということでですね。僕は前回お目にかかったのは2000。 個人的には18年ね、はいえー、少しお目にかかったんですけども、はい、お話がかかったのは2014年か。その後、2店舗名も構えられたとね、ねはい、まあ今日いろいろね、前回のインタビューから10年近く経ってるんで、その後の鈴木健次郎がっていうところと、まあ今現在、これから何を抱いてらっしゃるのかっていうことをいろいろ盛りだくさん伺っていきたいんですけども、はい、早速ですけ、ね、ど、今ここね、えー、日本でこのお店ありますけど、今はえとどんな形で健次郎さんはそのテーラーとしてえ活動されているのか、つまりえ日本で店舗があり、パリにもあるのかとか、 店舗は日本だけでなのか、どんな感じでお仕事されてるんでしょうか？まあ基本はですね。今までやっていたことをまあ逆転させたという形ですね。はい、つまり、今まではまあパリにあの法人会社がありまして、うん、で。まあお店もアトリエがまあ2つなんですけど、うん、まあその1つはショップでして、はい、あのいわゆるフォーブールサントノレ っていう目抜き通りのところの角地にですねお店がありまして、それが先ほど読み上げた二店舗目そうですね二店舗目はい、はい、まあそこでやりながらまあ営業もしながら作ることもやってたんですけど、うん、同時にもう一軒のあの一号店の方も活かしつつ。はい まあその2つのお店運営しながら現地のですねまあフランスのお客様あとはイギリススイスイタリア、うん、えアメリカも少しっていう形でまあヨーロッパのお客様中心にそうですねオーダーをいただきつつあとは日本のお客様が約40%ぐらいなので6対4のバランスぐらいでまあやってたんですねでスタッフの数も私と妻入れて外注も入れると大体11人ぐらいはいいまして営業をしていたんですが 今はですねそれをまあつまりですね、はい、テーラーさんってまあいろいろなテーラーがいるんですけど、うん、来る注文を全部受けるよっていうテーラーさんもいれば。はい まあ自分たちはこれぐらいの人数しかいないからキャパシティがこうだと。なので年間に受け入れる数はこれだっていうことでもうそれ以上は無理ですと。うん、お断りする場合。まあ、もしくは予約っていう形で2年待ちとかそういうふうに形,形になる場合もあるんですね。で、まあ私は今までやってきたやり方は、まあ、スタッフの数も多かったので、はい、いただける注文はもう全部受けて、うん、まあ全てこなすっていう形でやってたと。はい、なのでその時は年5回日本にも往復して、まあ、受注会。 トランクショーをまあさせていただいてたと、はい、たとだ今はもうそういったやり方がもう10年それやりまして、うん、まあいろいろ歪みも出て、うん、まあ問題も多いし、はい、それはもうやめようと思ってですね真、うん、逆にした、はい、つまり人数をまあ私と妻とあともう一人のスタッフ、はい、基本的にはその3名でこなしまして、うん、受け入れる注文をかなり狭めてます。私自身が縫うところを かなりな部分を縫うようになりり部分にまして、うん、もっともっと服作りに関わる深くこう追求していくっていう姿勢ですね、うん、今までももちろんそれは追求してるんですけど、まあ、そうは言っても11人もスタッフがいると回さなきゃいけないそ,、ね、その全員がですね服作りが A から Z まであるとしたら、うん、それをみんながみんな A から Z までできるわけじゃないんで、うん、まあこの人はここまで、はい、別の人はここまでっていうような形でそれぞれのスキルがバラバラだったので、うん、その人たちに合わせて 渡すすおお仕事をお願いする、はい、でそれのできない部分を、まあ、自分が間に入っていくっていう形だったのでもの、うん、づくりのクオリティを追求することはできるんですけど、はい、難しかったんですよね、うん、ただ今はその大多数を自分が作ってるっていこともあって、うん、まあもっとよりシンプルに、うん あの簡単にそのクオリティっていうものにまあこうフォーカスすることができるようになったっていうこともあって数も狭めてクオリティをさらに高くっていうのが今のスタイルですかね、うんうんうん、そういう意味ではこう10年前に最初にお話がかった時におっしゃってたのが。はいはい やっぱりその当時はですけど、はい、その当時も確か健治郎さんと奥様と一、はい、人か二人日本からの研修の方がいらっしゃってその時に大体年間で多分50着ぐらい、えー、まあ本当にそのくらいとおっしゃってたと思うのでう、ねえー、あ,ある意味そこにちょっと立ち戻って そうですねいいただ当然ね表層的にはそう見えますけど多分いろんなことがあってねその原点にも原点というか戻ったっていうところがあると思うのでそのたりね今日もやっぱりいろいろ伺っていきたいんですけどとその前にせっかくなんでね映像の方はねインサートで少しお店の様子なんかも出ると思いますけどせっかくなんで鈴木健次郎を全く知らない人に簡単にはなってしまうんですけど健次郎さんのこのテラーとしてのおし 仕事っていうのはあのスーツのスタイルも含めて基本の木ですけどどういう特徴があってまあ価格帯も含めてとか教えていただけますか。私の作る服作りはまあフランス仕立てなんですね。でまあ日本だとまあいわゆるテーラー仕立て服ですよね日本語で言うとそのテーラーっていうものは25年ぐらい続いているまあイタリアブームがまあ もうそれが主流になのでまあいわゆる柔らかくて肩パッドがほとんどなくて堅苦しいような感じじゃない、まあ、イタリアンスタイル、はい、まあそれが日本ではベースですね、うん、でプラス、まあ、昔から続いているイギリスの、はい、まあブリティッシュスタイルっていうその2つがメインで、うん、あとはまあ銀座に昔から続くような、はい、まあ日本のジャパニーズスタイルみたいな、うん、まあそういった形が一般的なんですが、はい、まあ私がやってるのは それの、どれとも当てはまらない、フランス式ですね。うん、まあ、フランスの仕立てっていうのが、あんまりというか、ほとんど日本で。 浸透していないっていうのは、やっぱりいろいろ理由がありまして、それと同時に、まあ日本のジャーナリストさんが昔からイタリアのナポリとか、はい、ローマとか、まあそういったところに、まあいっぱい取材に行って、うん、まあその結果、これだけ25年も、まあ日本に、まあイタリアンブームが入ってきたっていうその理由はですね、やっぱりその敷居の高さなんですよね。つまりそのヨーロッパの中でも、一番格がまあ高いって言われているのがパリとロンドン。うん、まあその中でもパリっていうのは、 言葉がまずフランス語。はい、で、ロンドンはまあ英語ですよね。うん、で英語だと、まだ日本でも喋れる人は昔からたくさんいると。ただ、フランス語喋れる方ってそれほど昔から多くない。はい、まあそういうこともあって、そのジャーナリストの方がパリに行ってですね、うん、外から見てもまあ豪華な石畳の街で、ラグジュアリーなテーラーにこう入っていって、注文もしないのにこうインタビューをさせてくれっていう。 まあそういうことできるジャパニーズの人がほとんどいなかったと思います。うん、そのまあ難しさですね。はい、まあそれもあって日本に浸透してこなかった。でまたそのパリのお客様。 っていうか、まあ、パリのテーラーのお客様っていうのはやっぱりフランスっていうのが第二次世界大戦で、まあ、戦勝国だったわけですそうですねイタリアは負けた方日本と同じように負けた方の国でそれが日本だとまあもうそんな何十年前のこと言ってるのあなたみたいなふうに世界大戦のことみたいなふうに思うかもしれないんですけどヨーロッパではやっぱり第二次大戦とかっていうのは全然近い話なんですねうんなのでそこで戦勝国だったフランスははい。 数多くの植民地を持ってる。で、その植民地の多くがアフリカなんですね。そういうこともあって、アフリカ大陸の王族が大多数なんです、お客様が。だから、うん、ロイヤルファミリーを相手にしているっていうことが常なんですよね。はい、そういったテイラーさんに、まあ日本のジャーナリストで、フランス語もほとんど喋れない人たちが入っていって、ボンジュールしか言えなくて、注文もしないのになんだろうっていう風な。うん、向こうってその基本的には注文をしない人が、ウィンドショッピングじゃなくて、はい 中に店頭に入って日本みたいにいろいろ商品を触って試着をして何も言わないで出てくるっていうのはものすごいダメなことなんですね。買う気があるから店内に入る。うん、それまではウィンドウショッピングで楽しむっていうのが暗黙のルールみたいなものなんです、はい。もう敷居をまたいだな。そう。うん、だからまたぐってことは自分は買う意思があるよっていうそういったアピールでもあるので注文もしないのにインタビューだけさせてくれっていうのは、うん やっぱりしにくいことなんですね。まあそういった理由から、まあ昔からその日本にですね、はい、そのフランスのテイラーとの文化も入ってないし、うん、パリのテイラーって一体何っていうそういった情報もほとんど皆無っていうのはあると言えると思います。まあその中でまあ私たちがまあやってることっていうのは。はいうん まあそのパリのいわゆるものづくりのサブアルフェアっていうんですけど、まあ、その伝統工芸品の作り方ですねそういったものをしっかりとこう継承して、うん、まあそれを作ってるっていう、まあ、そういういやり方ですかねうん、うん、その中でも賢治郎さんは非常に、ね、独自性があると思うんですけど、はい、これ一般の方が誰でも、まあ、さっき王族って話があるぐらいですから、はい、いわゆる顧客のまあ対象って言い方いいか分かんないですけど、ええ、やっぱりそれなりにまあ社会的地位がす全てではないかもしれないですけどそれなりのアッパーの方がやっぱり多いんですか 今までフランスで、まあ、店をやってた時は、うん、やっぱり会社経営者の方弁護士さんが多かったですけどね、うんまあ、そういった方がほとんどで、うんまあ、彼らの社会的地位っていうのは非常に高い人たちばっかりですよね。はいうん、ただ日本にはその階級というものものほとんど 表面的にはないですし、まあそういうことはないかなと、まあどなたでも興味ある方は注問されるっていう感じかなと思います。あそこでですね、まあ日本にまた軸を置いて戻られてまあ一日一年半ぐらいだと思うんですけど、そんなやっぱり今日ねあのズバリいろいろ伺っていきたいのが、あのケンジロさんがそういう意味で軸足をも戻るというか日本にされたっていうのをまあ聞いた時率直にちょっと驚いたんですよ。やっぱりもうケンジロさんはもうフランスにこれは僕の主権ですけど。 骨をううめられててっっいうイメージがあったんです、えー、でやっぱり2013年14年にお話伺った時にその時におっしゃってたのが今年間その50着ぐらいで、はい、やっぱりやってるけどそのヨーロッパで3本の指に入るようなハイウルテーラ、えーになりたいと、えー、そしてこうそのためにもっていうところで、えー、もう少しやっぱり受注を受けられるようにして、はいわゆる人を。 まあ少し増やしてっていうふうにおっしゃってたので、はいえー、まあそういう意味ではね、順番前後しますけど、最初冒頭でね、はい、まあ以前はその戻られる前は、もう本当に10人とかそのくらい規模で2店舗っておっしゃってたので、はいはい、健二さんのことですから描いた通りにいろいろありながらも、積み上げてたと思うので、やっぱりその今回に至る経緯というのは、やっぱりまずそもそもヨーロッパで3本目に入るっていう最後、2010年のインタビューでもおっしゃってたので、そのあたり、健二さんの中でどういうことがあって、やっぱ今回に至るのかっていうのをズバリ伺いたいなと。まずその、まあ、ヨーロッ パテ3本の手、はい、指に入る手が、はい、それはその自分で言ってしまうと簡単なんですけど、うん、私的には叶ったんですよね。はい、なので満足してるで、それはまあ自分がですね。僕はそういうなったっていうことじゃなくて、うん、周りのお客様の声でそういう評価をもらったっていうのが大きいかな。うんうん、それもっと具体的に言うと、はい、例えばまあ私、私自分のベースというのが、はい、とにかくお客様にやっぱり。 喜んでほしい、まあ、それがすごい強い強んですよご注文いただいた方にはとにかく喜んでほしい。はい、例えば日本人のお客様がパリに旅行で来られて、うん、でその時に私に注文されたり、はい、仮のい納品っていうことがあると、うん、やっぱり旅行中皆さんいろいろ困ったことがある。はい、例えばあるメーカーの銘柄のシャンパンが欲しいとしてただいくら探してももう手に入らない、うん、見つからない、まあ、そういった場合だと、まあ、私がパリ中のワインショップに あの連絡して見つからないところをなんとかまあ見つけてきてで一緒に同行してアテンドして通訳もしてやるとか例えばジョン・ロブタとかまああのそういったラグジュアリーなシューメーカーですねまあそういったところの。 フルオーダーをもう注文しているお客様。まあ、もしくは、既製品を買ってるんだけど、これから、あの、フルオーダー。あそこだと一足160万ぐらいするんですけど、まあ、そういった靴が欲しい。はい。ただ、どんな靴作ってるか知りたい。なので、アトリエを見てみたい。っていう場合は、責任者の方に連絡をして、はい、そのお客様が、まあ、ジョン・ロブのフルオーダーの工房を、 見学できるるように手配ををししてて、まあ、同行して通訳をするだとか、まあ、シャツ屋もそうなんですねシャツのシャルベに関しても今まで何十人のお客様を紹介してお連れしたか覚えてないぐらいなんですけど、まあ、そういったことをやってシャツのアテンドから通訳仮縫い納品まで全部責任持って私が立ち会うでそれらは一切追加費用はいただかないで全てあのそのまま,まあ無料っていうかでやってたでそれは全て根底には喜んでもらいたいっていうのがあるんですねなのででそうういいっっった気持ちでやててるっていう ののが、まあ、自分のベースで,でそれをずっとやってますと10年以上もどのラグジュアリーショップパリのですねそれがまあエルメスにしろジョン・ロブにしろ、まあ、シャルベにしろでもムシュスズキっていううのを知らななないいいいっていう人がいなくなってて人がくくんですよ<ー>いつも僕が通訳でやり取りをしてるから、はい、シャルベの社長にも会ったことあるんですけど、まあ、お話をしてもシャルベの社長が <laughs> と話した時に「いやびっくりしたよムシュ・スズキ」って。 あなたの子に連絡をしようと思って、うちの従業員に、むしろ鈴木知ってるかって言ったら、僕よりも、みんなが、全員が知ってるって言うじゃないか、これどういうことだって言うんです。それぐらい、やっぱ密にコンタクトを取って、やり取りをずっとしてた。うん、で、そうやってラグジュアリーショップに、まあ僕のこと、みんなが知ってくれる。うん ホテルのコンシェルジュとかも、まあ、結構そういう風になりましたけど、そうなってくると、スーツだったら鈴木のどこに行った方がいい。こんだけいろんなお客さんが満足してるから、まあ、鈴木が素晴らしいんだってことを、お店側の、パリのお店側の人たちがどん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 こう、進めるようになる。うんはい、で、そういったことがまずあったのと、あとはまあ、パリじゃんですね。実際のフランス人のお客様が、こんなに丁寧にやっぱりものづくりをして、クオリティが高い服を作るっていう人はいないっていうことで、例えば、ポッドキャストだったり、はい どっかのインタビューを受けたり、いろいろな形で、まあ、ベスト・テイラーは、まあ、ムシュスズキだみたいな形で言ってくれたり、うんまあ、そういったことがいっぱい続いて、まあ、自分の中では、まあ、フランスでもトップクラスに入れたなっていうのがあって、うんまあ、その夢も叶えられたかなっていうのがあるってところですかね。うんうん もう分かりやすい目標としてやっぱりおっしゃってたので、はいえー、そのご自身でもう本当にあのそれこそ,そういうのを多分野暮だと思う方だし謙虚なんでご自身では言わないと思いますけどやっぱりそのそういうふうになったかなっていう感覚は、はい、今おっしゃったいわゆる客観的な評価の、はい。 とまあご自身で思ってる感覚、はい、あ俺言ったかなって、まあ、正直そういうものはまあ当然あるじゃないですか。その上でどっちが先でした。え周りですよね。客観的評価の方が高いですよね。うんうん、そうですね。私自身としてはやっぱりその修行自体、今まで私も修行自体いっぱいあるんですけど、はい、師匠っていう人がまあそのタームタームでもちろんいたんですが、学べた期間がものすごい短いんですよ。うん、チーフカッターになれた時もその当時チーフカッターだった方が引退したから私がチーフになったんですけど、はい、まあまともに習い たのは1年ぐらい短いですね、うん、短いしまあ習ったテクニックとしてもだいたいこのテイラーっていう仕事で一人前になるのに大げさじゃなくてまあ、35年とか40年かかるっていう中で1年間一緒に働いている程度で何が学べるのっていうぐらいのことなんですよだからまあ本当に表面的な部分の技術は教えてもらえたんですけどそれ以外はほぼ全部自分でまあ本を読んだりとか トライアンドエラーをしたりだとか、恥をかいてヒントをくださいっていうふうにまあ頭を下げたりだとか、まあいろんな形で、まあ独学でほとんどこう身につけていったものが多いですよね。自分の中では、まだまだ自分はできないみたいな。コンプレックスっていうか、なんでこんなことも録音できないんだみたいな。周りから見ると、いや、県はこんなによくできるじゃないかっていうふうに評価されても、党の本人としては、 全然逆で、はい、こんなにもできないみたいな。まだまだ改善したいところこんないっぱいあるっていうことが出てる。うん、まあそういった感じだったんで、なんかまあ自分の自負として、はい、俺はもうこんなできるよみたいな、そういう感覚はほとんどないですよね。なるほどねいつも、えー、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。 えこの度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中でえ見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時、これは面白い、これはいいんじゃないかっていうコンテンツもえアップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいたえ皆様からのメンバーシップのこの回避はですね、インタビューシリーズの 制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費宿泊費その他取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています、えー、最後になぜ僕が無料でインタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてくださいこの一番の理由はですね僕自身が人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからですそして何より国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました毎日進む勇気をもらいました救われましたという声をいただき続けてきたからに他の ありませんこの声は、世界がコロナ禍に見舞われた2020年頃から一層増えたように思います。これは本当にありがたいことです。ただ、同時に、それだけ心身ともに疲弊したり、不安を抱えたりしている方が増えていることにおかならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期をこの数年送り続けてきました。でも、こんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びに、 溢れるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じていますこれまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん今後は僕たちと同じ姿勢の人普通の人の声に耳を傾けたり八重もすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っていますそして彼らの一つ一つのつつ 音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたいそう考えていますそんな思いに共感してくださる方がこのメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強くそして嬉しいことはありません是非メンバーシップの方でも皆様とお目にお耳にかかれるのを楽しみにしています以上早川予恵でした